This is the Ichiban Sound of Osaka. And all still recruiting for my season, girls and bitches.ライフスター。ああ、ライフスター。ライフスター。みんなもシーサイドから出てるっすよ。この岸和田のシーサイドから。結構、うん。いや、俺もなんか結構近所やけど、あんまりそんなに足げ通う感じではなくて、はい、でもまあシーサイドで、うん、まあなんかこの辺の新しい年代のやつらがめっちゃ固まってなんかだっつって、そうやってんなっていうのは認識はあった。はいはいはい。うんうん、まあサンライズもその中の一組っていう。そうですね、うん、そんな感じやね。その当時のフライヤーとかあったりするのかな。マッシュヒットナイト。ああ、はいはい、そうですね。あ、まあこれですかね。これな、うん、あフェアマンダンパティフェアマンレッドプリンスやね。レプキランキーと、はい、あビッグワンユース。ビッグワンユース。あネピア、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 バンダムのマコトの時に名前。そうそうそう、ネピア。あそうですね、この時はまだウォーターランドか。これウォーターランドですね。なるほど、ね、サンライズ決戦前のウォーターランドやな。そうですね、うん、シーサイドはこのフライヤーとか当時なんかな、2003とか。これはもうサンライズ結成してるのかな、はい、ちょっとねスペル間違ってるんですよ、うん、よく間違えられてたんですけど、あ、まあ、サンライズ、はい、サンライズ出てます、うん、フェアレス、フェアレス、おフェアレスな、センセーション、あバーディスト、バーディス、フェアレスは和歌山のサンデー。そうですね、バ、バデスト、バデスト、バデスト選手だ。そうですね。ロデムサイクロン、ロデム、ロデムサイクロン。ロデムがついに、はい、まあこの辺かな。一緒にこうサンライズスタートした頃に一緒にやってたサウンドとか。まあそうですね。その頃一緒にダンスで歌ってたアーティストとかって言ったら誰になる？アーティストはもちろんブッキーさんもそうやって。うん、同世代というか近い世代で言うと誰になる？タクジーとかミソンビ、ああ、この辺も世代で言うたら同じ、まあ、2000年、まあ、ちょっと若いかもしれないですけど、まあ、同じぐらいだったと思うんですけど、そうですね、ネスタジャパンとか打ったっすね、年下ですけど、後に、ゼロムーブメントですね。ほうほうほう、ゼロムーブメント、ネスタジャパンが今のゼロムーブメント、ゼロムーブ、ほうほうほう、センター、それは知らんかった。ああ、ね、結構だから小さい土手がすごいいてます。うん、はい、選手で言ったら他に、まあ、トップスナイパーとかも同世代。ああ、そうですね、うん、あとかで、ローキックス、ローキック、ローキック、これは後に、後に、まあ、ガイアな、ガイア、ガイアをマネジメントして、その後、クラブダウンタウン、うん、ダウンタウンをやることになる。ケロ、ケロか、ケロがやってた頃やね、はい、ローキック、痛そうすいません、すいません、すいませんそうやな、はい、まあこの辺が同世代で、そうですね、もうバリバリっすね、俺らの世代で言ったら。うん、まあこの辺ガイアとかダウンタウンの名前出てきたら、うん、サンライズといえばジャンプアップ、ジャンプアップ、うん、はい、レギュラーイベントをちょっとやってるよね、うんうん、はい、結構あれフライヤー今日いろいろ見てもらってるよね。これ一発目の、これ一発目で、これね、実は僕らが主催じゃないんですよ。このダンスホールファッション、マグル、あ、マグル、マグル、うん、はい、そうです、うん、ま、が最初は主催してたんですよ。うん、なるほど、あくまでゲスト出演してた。そうなんですよ、はいはい、うん、サンライズ、ナチュラは、うんうん、あ、シックモンスター、シックモンスター、うん、はあ、シックモンスターも先週のサウンドやっけ。シックモンスターは東大阪、ね、東大阪、はい、整体師くんとか。あ、整体師、はいはいはい、シックモンスター、そうですね。あ、で後にこのジャンプアップを僕らがちょっと引き継ぐ感じで続けてやった感じです、うん、なるほど、うん、この2回目もマグルプレゼンツ、ね、あ、そうなんですよ、何回か、はい、マグルプレゼンツでやって、うん、
そうそう、3回目、はい、で、この時にこの4回目がサンライズのフォースアニバーサリー、はい、2005年ですね、うん、で、初めてこうロック D とかロック D、はい、サンライズといえばやっぱりこのロックデザイアの影響も多大に受けてるサウンドっていうイメージがあるんやけど、はい、そうですね、うん、あ、もうお世話になりっぱなしで可愛がってもらった感じです、ね、ロックゲストサウンドにロックデザイア、はい、そしてまあ名前に出てきたおスウェルボックス、スウェル、はい、スウェルボックス、後に入るんですけど、うん、ロック D にスウェルボックス、はい、スウェルボックス、これはジャンプアップスペシャル、うん、なんか誰かのサインに入ってるな、これクリリンさんですね、あ、クリリンさんさクリリンサインも、はい、そうっす、地元一緒っすわ、あ、アルバトロス、うん、アルバトロスは地元が一緒です、これはガイアのフラグ、ガイアっすね、これは2009年、9年ですね、2009年のクラブガイア、リニューアルオープニングバッシュって書いてあるな、そうですね、ケロ君がやりだしたかな、うん、でリニューアルして、うん、結構500ぐらい入る箱で、うん、結構でかい箱で、ね、500入るか、入れんかぐらい、国道26号線沿いの泉市になるんかな、あれはゲストにジャーティーさん、ジャーティーさんで松井君、ね、サウンドプラチナ、沖野さん出てる、あ、沖野さん、あとはそうですね、鉄板クルーって言ったらリコボイス、リトルボイス、ね、あ、リトルボイスな、はい、お、同じく2009年に、まあこれも何回もやってるよ ね、オールジャパンクラシックスフェスティバル、はい、09、これ1回目になるんかな、これ1回目になるっすね、うん、これはすごかったっす、もう全国のそうそうたるそうそうたる中でもうプレイさせてもらった古き良き時代のジャマイカンミュージックを武器とするサウンドを全国から集結してっていうことやね、これ AJC、うん、ここになんかサウンドクラッシュのフライヤー、クラッシュやりましたね、これクドーマン、これは場所はバイブス、バイブス、クラブバイブス、ガシやったっけ、ガシっすね、ガシやんな、坂東にあった、それこそもうギグの近所やんな、あ、そうです、ギグ、そうですね、で、バイブスで、え、マイティスパイス、あ、マイティスパイス、マイティスパイスな、ヤグラ、うん、でサンライズとナチュラワのスリーサウンドブラッシュ、ホスト MC にクドーマン、クドーマン甘いカレーはダメだねいや、もうビッグチュアンいっぱいあるから、ビッグチュアンあるからね、結構まあだからもうほんま堺から選手、南大阪を中心に活躍してたサウンドっていう感じやね、はい、うん、このもう一つ下の世代とかになったらどんなサウンドがおったりするんだよな、そうですね、ファイアーブレイズ、ファイアーブレイズ、はいはいはい、ファイアーブレイズってドラっすね、ドラな、ドラ、うん、後にロックデザイアー、ロックディーで、ライムストリーム、ライムストリーム、タッポイとかもそうなんかな、タッポイは、アップタウン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 やな、はい、そうっすね、アップタウン、タッポイとトモか、トモ、アップタウン、はい、で、このやってたタッポイは後に、ハクナマタガっていう、ハクナマタ、ハクナマタガに加入っていうことでね、はい、タッポイね、タッポイ、ST ね、あとはフレーバージャスティス、おお、フレーバージャスティスな、浅井真子ちゃんコンビですよね、あ、スイートベース、スイートベー ベース後にアースビートっすね、あ、ちょっともうこれ2010年、もう声も超えて、やっぱりもうブランニューガンガンかけまくる、ジョグりまくるっていうよりかは、まあ古き良き時代のレゲエを武器にしてるサウンドっていうのがちょっと多いかな、多いですね、うん、はい、うん、まあそのパーティーの内容もそういう内容のパーティーが多かったし、まあ自分らもそこを中心にプレイしてきたっていうこともあるんやろね、なるほど、他にはやり始めた当時プレイした店とか他にないかな、天狗、あ、天狗な、まあギグやってた、まあ、そうですね、高博が、高博出ました高広くん、テングな、テング、まあ元の、トーンのあった場所やな、そうですね、あとはジャマリ、あ、ジャマ ジャマリ、雑貨屋さんになるかな、はい、そうですね、うん、ジャマリ、大阪のあれは泉佐野か、佐野ですね、スーパースターからちょっと山手に上がったところへんな、そうですね、うん、泉佐野、ジャマリ、俺もようお世話になったな、はい、うん、あとは、そうですね、ジャミーズ、ああ、ジャミーズな、ジャミーズ、そうか、ジャミーズとかも経験してんねんな、
そうなんですよ。なるほど。もうほんま、ほんま全部が全部、ラブリッシュもそうやし、最後の最後でなんかうまいこと、ラブリッシュももうそうですね、はい、ラブリッシュもまあ最後の、2002年クローズやったかな、ラブリッシュとかでも最後にプレイさせてもらってます。もう亡くなるちょっと前にプレイさせてもらってます。はい、そうですね。セントアンズとかはないんか。セントアンズはないんですけど、うん、その後にできたフラット、うんうんうん、お、フラットな、フラット、うん、ロック D のレギュラーで、オバビーさんも一緒で、せやな、はい、一緒に出たことある、はい、あるっすね、うん、はい、フラットな、フラット、うん、これとか、うん、この前にアズールでやってたんですけどね。お、アズール、アズール、あ、いいかもな、はい、アズールとかでもやったりしてて、はい、ロックディつながりでよく出させてもらって、あと、ご飯屋さんなんですけど、うん、イエロー、おー、イエロー、はいはい、ムーさんっすよね、ムーさんな、ムーさんで、少年くん、あ、少年、あの、ジャークチキンですね、うん、少年、あ、少年、ここで修行、パパ少年の方じゃなくてグリルモンティゴベイの方の少年ね、うん、あ、今はマンチーズか、はい、うん、そうですね、そこイエローとかで、うん、プレイさせてもらってて、その中にあのベースマスター、うん、泉大津の愛、うん、レゲバ愛な、アトムくん、アトム、お世話になってます。これ家族で結構お世話になってレゲバ愛、あ、これもまあすごいですよね、うん、これな、これはいつになるんやろ、2005年にダウンビート、ダウンビート、パックマン、パックマン忘れてた、パックマンもお世話になりました。クラウン、おお、クラウン、ね、26号線沿いやんな、そうそう、ガイアの並びやんな、そうですね、あ、はいはい、あれ2010年前後あたりかな、かな、ブリギー来たんですね、あ、ブリギー、ブリギー来てたな、はい、クラウン、こうやったかな、はい、クラウン、車屋さんがやってた、なんかちょっとコンテナというか倉庫というか、そうですよね、なんかそんな感じの箱やったな、はい、ダウンで、で、そのもうちょっと行ったとこにジャワークス、あー、ジャワークス、ジャンプアップにも出てもらったことがあって、ジャワークス、ちょっと隠れとこないんで、ちょっとこの辺に行ってきます、はいはい、ジャワークスな、ジャワークスは、ルーツは